どうも皆さんこんにちは、ゆりです。もう7月も終わりなんですけど、今更ながら今回は2023年の上半期に書いた模写のまとめ動画です。昨年の4月にアクリル画に初挑戦してからだいぶ絵の具にも慣れてきたので、今年は挑戦の1年にすると決めていました。では早速始めていきます。こちらがまず今年最初に書いた模写です。このシーンはずっと前から描きたかったんですけど、技術がまだ足りてなかったので昨年は描けませんでした。この半透明なキャラクターたちは透明感のある雲を描くスキルを応用して描きました。具体的には水っぽい絵の具を乾く前に塗り伸ばしてます。結構簡単そうに聞こえるんですけど、速乾性のあるアクリル絵の具だったりアクリルガッシュだとなかなかに難しいんです。すぐムラが出てしまって。続いて今年2枚目に描いたのはジブリヒロインのスケッチブックに描きました。このスケッチブックの今年最初のキャラクターはソフィーにしました。今のところジブリヒロインのみで描いてきたので、ハウルは省略させてもらいました。思いのほか早く描き終わった気がします。確かトータルで25時間くらい。はい、25時間は早いです。そして次は初挑戦の風立ちぬを描きました。ジブリの最新作の君たちはどう生きるかが出るまでは、これが宮崎駿監督が手掛けた最後の作品だったんで、ああこれが監督が最後に描きたかった世界なのかなとか思ってました。この模写は色になかなか納得がいかなくて、何度も何度も塗り直しました。肌も服もネクタイも。ポスターの模写は結構楽しかったんで、これからもどんどん挑戦していこうと思います。そして次に描いたのがリエッティ。これはすごくリクエストが多くてびっくりしました。アリッティが一番好きっていう方もいたので、これはリクエストにお答えして書きました。今見るとそんなに問題ないんですけど、書いてる時と書き終わった時はなんかうまくいかなかった気がして苛まれてました。アリッティの映画といえば、ジブリが好きなミュージシャンのセシル・コルベルさんがジブリ宛に手紙と CD を送って、それに感銘を受けた鈴木敏夫さんが彼女をこの映画の楽曲担当に採用したっていうエピソードがとても印象的です。そしてそしてお次は初めて紙以外に描いてみました。無印良品のジュートマイバッグに描いた白です。これを描いた時ちょうどロエベとハウルのコラボがあって、でも一つ40万円とかめちゃくちゃ高くて全く手が出なかったので対抗して自分で作ってみました。かといって物を増やしたくなかったので、ずっと使っていた手持ちのジュートマイバッグに描きました。だいぶ使い込んでたんでシワも多くて、新品に描くよりも多分大変だったと思います。街中でこれを持ってる人見かけたらそれ僕です。次はラピュタのシータを描きました。天空の城ラピュタもすごくお気に入りの映画で、昨年の秋に久しぶりに見てこの映画の可愛さに心打たれました。特に海賊の息子たちがすごくいい味出してました。この映画ムスカ大佐とバルスの印象が強すぎるんですよね。ちなみにムスカってハエ座っていうあの星座のラテン語の名前なんですけどね。はい、次は千尋と白様を描きました。いいですよね、このエンディングのシーン。切ないんですけど、この模写を描き終わった時珍しく達成感が得られてすごく自信がつきました。特に正月って書いてある右側の建物の壁の傷だとか、あと瓦の屋根だとか綺麗に模写できたと思います。実はオリジナルの参考画像では千尋の背後にもう一つ建物があったり、お茶って書いてある建物に窓があったんですけど、そこら辺は実は省略しました。次にスケッチブックに戻ってこの湯婆婆を描きました。この湯婆婆のおかげで YouTube で登録者数1000人超えることができました。改めて本当にありがとうございます。この絵の頑張りポイントはガラス瓶とカーテンです。ちなみに実はこの絵も何点か簡略化するために変更している部分があります。
次は紅の豚を描いたんですけど、これはインスタグラムのプレゼント計画に出しました。いい赤ですね。そして次にポニョを描きました。この模写を描いている時に 4K で撮り始めました。この模写以降はアートブログは HD、 この今撮ってるのは HD で、模写の制作過程は 4K で撮るようにしました。モチーフを選んだ時は過去最速で描けるかなって思って取り掛かったんですけど、一番欲しい青色を作るために何回も塗り直して予想以上に時間がかかりました。多分25時間くらいかかったと思います。予想では20時間以内に描き終われるかなと思ってたんですけどね。そしてもののけ姫です。僕の一番好きなジブリ作品です。3は以前スケッチブックに書いたんですけど、全然納得できてなかったんで今回リベンジしました。結果としては、まあ、大満足できました。僕は本当に基本的に自分の書いた模写に納得だとか満足っていうのはあまりできないんですけど、この模写に関してはかなり本家に近づけられたんじゃないかなと思います。背景の茂みだとかもすごく難しかったんですけど、書きながらジブリテクニックを学びつつしっかり再現できたと思います。もちろん背景だけじゃなくて3の表情もしっかり頑張りました。そして2023年最後に描いたのがこちら、ジブリの背景編の最初の模写となった秘密の庭です。僕がそもそも風景画家になりたいっていう、まあちょっとした目標があるんで、キャラクターなしのこの背景を描いたのは夢に近づくための大きな一歩になりました。なおかつこれは新しいスケッチブックの最初のページでもあったんで、特別にジブリの一番好きな背景の一つでもあるこの場面を選びました。スケッチブックの商品情報だとか詳しい情報は制作過程の動画を見てもらえればと思います。結局スケッチブックから切り取ってしまったので、かなりペラペラな紙に書いてます。はい、では以上が2023年の上半期に書いた絵たち計12枚でした。で、続いては今年描いた模写の中で一番難しかった絵の発表です。はい、もう一目瞭然かもしれないんですけど、一番大変で難しかった模写はこちらです。秘密の庭でした。制作時間に関しても過去最長の60時間超えで、何よりもこの草原が本当に大変でした。数百本の草を描いて、それから数百本の花を描いて、もちろん大変だっただけじゃなくて、超小さな扉だとか窓だとか、あと池の反射だとかもかなり難しかったです。ジブリの背景編は今のところはこの1枚だけですけど、これからどんどん増やしていくのでお楽しみに。続いて個人的に一番気に入ってる模写はこちら、もののけ姫の3です。正直悩みました。秘密の庭も千尋と白の絵も頑張ったので、なんですけど木々を描くテクニックだとか学びが多かったり、あと星色をピタリと作れたのはこちらの模写だったので3を選びました。ほとんどの絵は棚にしまってあるんですけど、この絵は作業台の隅に飾ってあるので、そのくらい気に入ってます。そして最後に番外編です。その他の絵で印象に残っているについてなんですけど、それがこちら、今年最初に描いた顔なしです。今見ると正直アラも多くて、今ならもっと綺麗に描けるんですけど、これを描いた時は持ってるもの全部出し切って描けたって自信を持っていたので、すごく印象に残ってます。でも TikTok も YouTube も全然見てもらえなくて、ちょっとショックだったの覚えてます。とはいえ今年2023年1月1日時点で YouTube のチャンネル登録者数は159人だったんですけど、半年経った6月30日には1600人超えてて、10倍以上に増えたんで、本当にそれはとてもとても感謝しております。まあ、今年の終わりにはその10倍の1万6000人いけたらいいなとか気軽に考えつつ、まあ、立ち止まらずにこれからもどんどん技術を磨いていこうと思います。で、最後に技術について触れたんで、よく受ける質問のどうやったら模写で上達できますかっていう質問に答えてみようと思います。まず結論としては、とにかく量より質を重視することです。具体的には時間は気にせずに、
常に自分が描ける最善の絵を描いて、必ず前回よりもいい絵を描けるようにするっていうことを意識します。それとモチーフ選びもすごく重要で、全力を出さないと描けないくらいのちょっと難しいモチーフを選ぶことが大切です。たまには簡単なものを描いて息抜きもしつつ、でも挑戦するときはしっかり難しいものを選んで最後まで描き終えてみましょう。質の高い学習経験を通してより効果的に成長して、より多くの技術を学び取ることができます。さらに個々の作品を深く理解できるようになります。例えばこの千尋の背景も以前だったら描けなかったんですけど、山や秘密の庭の模写で木々を描く技術だったり、細かい描き込みをする技術を磨いたおかげで、この小さな背景でも木だとか葉っぱを描けるようになりました。現時点では僕も描けないものがたくさんあるんですけど、これからも自分の全力プラスアルファでないと描けないモチーフにたくさん挑戦していくことで、できることを増やして最終的にはどんな風景でもジブリのような美しい絵画調に描けるようになりたいなと思ってます。ということで、模写が上手くなりたい皆さん、まずは妥協することなく全力で描いてみましょう。モチーフと自分が描いた絵を何度も何度も見比べて違いに気がつきましょう。じっくりと観察することで自分の弱点を見つけて改善するための自己評価ができます。それがスキルの向上につながります。僕の絵を描く技術もさらに向上したら、描き方動画などをもっと作っていく予定です。一緒に上達していきましょう。最後まで見てくださったお礼に、今までスケッチブックに描いたものを全部お見せします。よく見るとページをめくるごとに少しずつ上手になっているのが見て取れると思います。最後までご視聴ありがとうございました。では次の動画でお会いしましょう。ではまた。